となります。まずはインタビューをさせていただきますが、はい、千葉県のどちらからお出になりましたでしょうか。僕はですね、千葉県の、九十九里町というところですね、外房九十九里浜の海の方ですね、そこからお出しになりました。じゃあこの太鼓チームの名前がついたゆえんはやっぱ九十九里の風を そうですね、意味がついて、九十九里の外房の風という意味があるんですけど、そのまあ和太鼓のイメージというかですね、その伝統的なイメージも大切にしながらもですね、その和太鼓界になんか新しい風を吹き込みたいという、まあ、そういったイメージで風という名前でやらせてもらってます。はい、プログラムを拝見しますと、あの写真の中に小さなお子さんもいらっしゃったりとするんですけど、はいはい、メンバーは大体、下は何歳から上は何歳ぐらいまでとか。そうですね、上はまあ、一番上が、僕らにして、まあ、30半ば手前ぐらいなんですけど、下はですね、和太鼓風キッズっていうチームがありまして、まあ幼稚園生、3歳、4歳の子からおります。普段はその練習場所っていうのはやはり、はい、小学校とか体育館とか。そうです、町の公民館みたいなところに練習させてもらってます。もう千葉もとてもあの、ね、太鼓も盛んですし、いろんな太鼓のチーム、若手もすごくたくさんいらっしゃるの で、ね、いつも羨ましいなっていうのを拝見しておりますが頑張ってます。では、今日の演奏曲というのは名前、曲では今日の曲はですね、ひまわりという曲をやらせていただきます。はい、ではもうこれ準備は大丈夫な質問ですね。はい、では、和太鼓風さんによるまずひまわりを演奏をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Thank you.